こんにちは、速稼塾の子です。まあ、ネットビジネスを志して、まあ、不思議とね、稼げない人が多いのは妙な話だなと思うんですけども、まあ当たり前といえば当たり前なんですよね。まあビジネスに限らずなんですけども、何でもかんでもね、成功しようと思ったらまずは一つのことから成功させなければなりません。特にその一つのことを小さなマーケットで成功させることが大事なんですよ。私は速稼塾を始めた時、広島県だけでやってました。広島県だけで塾アフィリエイトという方法だけでやってました。ね、一点集中してマーケットを狭くしてるでしょ。広島県の中でも半径2キロ以内の人だけにフォーカスしたんですよね。まあ、ですので基本的に遠方からの方は、まあ、お断りしないまでもあまりお知らせはしてなかったかなと思います。まあ、そういった形でね、小さいところで売り上げを立てたから、そのフェーズを少しずつ大きくしていったという形なんですよ。もちろん一番小さいところで稼いだ人が出るってことは実績者がいるわけですから、次のフェーズに進んだ時もこんな人がいますよっていうふうに進めやすいんで、だからフェーズが順調に広がってきたってことなんですよね。そしてあれから7年経ってですね、私は日本全国47都道府県、そして海外にも14の国、そしてアメリカはね、8つの州に今速稼塾の塾生さんがいらっしゃるという状態です。今この瞬間、今このね、実績を聞いたら、わあすごいなと思うかもしれませんけども、でも最初は私はね、塾アフィリエイトを目の前の人一人に教えて19,800円もらったところからスタートなんですよ。で、どんなチェーン店でも1店舗から始まってるっていうのはよく聞く話ですけども、私の速稼塾ね、億という金額を一人で稼ぎ出したそのスタートラインっていうのは、たった一人の人に塾アフィリエイトをコーチして19,800円もらったというね、こんな素朴なところからスタートなんですよ。で、この一人の人に自分の塾アフィリエイトにしても何でもいいんですけども、商品を売って19,800円なりね、1万円なり5,000円なりもらうっていうところが、もしね、まだできてないんだとしたら、これはね、どうやっても稼ぐ人にはならないですよ。まずはそこからやっていきましょう。だから誰にいくらのどんなものを売ろうかなっていうふうに常に人を見て考えていかなくちゃならないですよね。そして人はね、どんな時にお金出すかっていうと、困った時なんですよ。困った時に助けてくださいっていう気持ちとともにお金を払うんですよ。そしてお金を払って問題解決した後、もしくは本当に心から寄り添っていただいた方に対して、ね、ありがとうという気持ちになるんですよ。それがビジネスの感性です。例えばね、自分が何かをしているつもりでも感謝されていないとか、お金をもらえていないとか、家族とか身内だから仕方なく付き合ってくれたっていうものは、これはビジネスではないんですよね。そこに、まあ、安心してはならないと思います。で、大体ね、ビジネス始めてすごくね、奇妙なことがあるんですよ。皆さんもお気づきだと思うんですけども、ビジネスをやるとお金がなくなる人と、ビジネスをやるとお金が増える人が出るんですよ。いや、ビジネスやったらお金増えっぱなしでしょうと思うんですけどね、当たり前のように増えっぱなしでしょうと思うんですけども、なぜかね、ネットビジネスに参加して借金ができちゃったって人いるんですよ。もしくは貯金を使っちゃったって人ね、なんでやねんと思うんですよ。ビジネスやってるんですよ、お金増えるに決まってるじゃないかと思うんですよ。そして一時的にお金が払うことがあっても、それはね、お金を払うというよりも仕入れなわけなんですよ。で、仕入れた以上納期には売らないといけないんですよ。で、売ってなければそれは不良在庫が溜まっていって、もうね、もう破綻ってことになりますんで、本当にね、ネットビジネスだろうがビジネスだろうが、通常のいわゆるお仕事と同じ考えっていうのはいるんですよね。で、ネットビジネスっていうのは経費がかからないわけなんですよ。経費がかからないから利益しか出ないんですよ。でもここにちょっと落とし穴があります。あまりにも高額な仕入れをしちゃうと、高い金額の仕入れをしちゃうと、利益が出るまでにものすごく時間がかかるんですよ。で、私は速稼塾ってものを頭金だけでいい3万円っていうのを設定してます。3万円っていうことは、まあ1日で稼げるんですよ。3万円でしたらね、私の塾アフィリエイト攻略をもってすれば、ほんなら最初の1時間ですよ、1日というよりも。それで3万円稼げるんで、だから落ち着いてできるじゃないですか。でも私がね、例えばね、30万とか40万みたいな金額をつけちゃうと、30万40万稼ぐのにすでにね、1ヶ月とか2ヶ月もう経っちゃうんですよ。そうするとだんだん熱が冷めていって、せっかく稼いだお金は塾の費用に吸い取られてって形でね、本当にいい思いしないんですよ。で、そこでだんだんモチベーションが落ちていって、やらなくなって、あ、塾入ったけど全然結果が出ない、時間だけ過ぎていって損したってなるわけなんですよ。まあ、ですので私の方は最初にお金を取り上げない形を取ってるんですよね。もちろん、まあ、いろいろあっちこっちと塾に入る必要がないように、必要なカリキュラムを私が作ってお渡ししますって言ってるわけなんですよ。ね。だから、どっかの塾がよく見えたらね、
こんな塾があってこういうことを教えてもらってる、教えてもらえるようだけども、久保さんの速稼塾でもうこういうコンテンツ作れませんかって言ったら、その人に優れたものを作りますかね、私はね。だからね、もう他に仕入れをする必要がないんではないかなと思うんですよ。もし他に仕入れをする必要にね感じたとすれば、それは私に魅力をもう感じなくなったから、同じ情報を他の人から買いたいっていうふうになってると思うんですよ。確かにね、その商品誰から受け取るかってことによって行動できたり行動できなかったりするんですよね。もしくはね、買ったから仕方ないからやろうかって気持ちになる人もいると思います。高いお金を払って買ったから、まあやんないともったいないしなっていう感じになる人もいると思います。でもそれは行動動機としては弱いです。稼ぐためにビジネスやるんじゃなくて、ビジネスを攻略してやるっていう欲望の方が大事なんですよ。どんな角度からでも、どんな状況からでも、必ずこの人にありがとうっていうふうに言っていただいて、1万円2万円払わせるぞっていうのね、それがビジネスの攻略ですから。何もね、闇雲に何か作業をたくさんやれば稼げるんじゃないかなって思うのは、これはね本当闇雲なんですよ。やけくそと言ってもいいです。そうならないように、しっかりとねビジネスを攻略してもらいたいなと思います。でなければビジネスに攻略されるだけなんですよ。要するにカモられるってことなんですよね。でカモになってる人っていうのはカモられてることに気づいてないんですよ。これはね販売者が悪いってわけではないんですよ。自分が自らネギを背負ってね、えちらおちらって出かけていってダーンと打たれるのを待ってるってことなんですよ、やっぱりねビジネスマンだったらバーンとね鉄砲で打たれたら、そのね弾をキャッチして、その弾をね売りに行くぐらいの根性が必要なんですよ。背中に背負ってるネギですらね調理して付加価値をつけて売るっていう根性が必要なんですよ。あの漁師さんにねネギを売るっていう根性が、どうもね、なんかねビジネスをやるつもりで速稼塾の門を叩く方も多いと思いますけども、なんかビジネスやらないと他に稼ぐ方法はないですよ。なんかに乗っかってね、宝くじみたいにほっといてもお金が増えるみたいなのを望む以上、それはビジネスではないですからね。ビジネスであるなら付加価値をつけれる人間になっていかないといけないかなと思いますよね。付加価値ですね。今回は以上ですかね。付加価値をつけれる人間に、無料のものが有料でも売れるようなね、その辺で取ってきた草花を300円って言ってねお花屋さんに売るとかね、その繰り返しじゃないですかね、ビジネスっていうのは。いかに自分の存在によって価値を生んで価格を高くしていけるかってことだと思うんですよ。キャベツが1個ボーンと置いてあってね、それはそれで立派なものですよ、198円。でもそのキャベツを私の手にかかったら580円にできますよっていうのが商売じゃないですか。198円の、キャベツがありました。でそこに30円の利益をつけて、はいってやるのはローなし転売ですよね。何のそこに付加価値も入ってないんで、他との価格競争に負けるわけですよ。でも私が調理してあれこれと580円にしたキャベツってのは、他では別のものしかできないわけなんですよね。だから価格じゃないクオリティの勝負になっていくってことだと思うんですよ。ビジネスをしている方はね、その辺意識していただいて、ビジネスをしているのに日が経つごとにお金がなくなっているのかビジネスをしてずっとやるたんびにねお金が増えていくのかってことね、ちょっと意識するといいかなと思いますよね。何歳からでも起業はできます。お金を稼ぐことはね10代でもできるし50代でもできるの、それはね同じ条件です。ただやったつもりで使っているっていうのがね本当に笑えない冗談とかありますんで、ご用心くださいというお話でした。